皆さんこんにちは。ここは兵庫県の JR 尼崎駅です。今回はここから北方貨物線を通り吹田貨物ターミナル駅まで向かう貨物列車の映像をお届けします。北方貨物線とは吹田貨物ターミナル駅から尼崎駅に至る東海道本線の支線で、貨物列車が淀川を渡り繁華街の梅田を経由することなく東海道本線をバイパスさせるために作られた貨物線です。今度は待避線に貨物列車が入ってきました。この先のデルタ線で回送列車と合流するため時間の調整を行っていると思われます。鹿島駅付近で東海道本線との並走が終わり、ここから左にカーブします。山陽新幹線の高架下を通り東に進みます。神戸本線と阪急宝塚本線をくぐると網干総合車両所宮原支所の横を通過します。ここから少し左に曲がり新大阪駅の下を通ります。トンネルを出ると梅田貨物線との並走区間に入ります。
崎川を渡り吹田市へ入ります。大阪東線の横を通り右にカーブすると、あとは吹田貨物ターミナル駅までまっすぐ進みます。北方貨物線の下り編もまたお届けします。最後までご視聴ありがとうございました。